デドリック・ボヤタは、ベルギー・ブリュッセル市出身のサッカー選手。ベルギー代表。ドイツ・ブンデスリーガのヘルタ・ベルリン所属。ポジションはディフェンダー。2008年に、マンチェスター・シティ・ FC ユースが、FA ユースカップを制した、サイの中心メンバーの一人。2009から10シーズンに、ロベルト・マンチーニ監督の下で、トップチームデビューを果たした。このシーズンは、チームの最優秀。 ヤングプレイヤーにも選ばれた。2010から11シーズンは、プレミアリーグで7試合に出場。第6節のチェルシー戦では右サイドバックとして、先発出場し1から0の完封勝利に貢献したが、センターバックとして、先発出場した第9節のアーセナル戦では、開始5分で一発退場となり、経験不足を露呈、チームもホームで0から3の敗戦を起死した。 2011年8月に、ボルトン・ワンダラーズ FC へ1年間のレンタル移籍し、リーグ戦14試合に出場した。2012年8月31日には、エールディビジの FC、2円定1年間のレンタルで、再び移籍したが、半年間でレンタルが切り上げられ2013年1月に、マンチェスターシティに復帰した。翌2013から14シーズンは、 リーグ戦と FA カップで1試合ずつの出場に終わったものの優勝したキャピタルワンカップには4試合に出場した。2014年5月28日、2016年まで契約を延長したことが発表された。2015年6月2日、スコットランドプレミアシップのセルティック FC に移籍した。2019年5月19日、ドイツブンデスリーガのヘルタ・ベルリンと 長期契約を結んだ。2008年からベルギーの世代別代表でプレー。2010年10月にベルギー A 代表に初招集された。ありがとうございます。